んです。今回はですね、こちら、プラダのバケハ、こちらをね、試着レビューしていきたいと思いまーす。いや、めちゃくちゃ嬉しい。やばいんだけど。自分ではなかなかね、プラダとか買えへんやんね。てか、プラダ買ったことないんやよね。これハワイのお土産ということで、もらったバケハなんですけども、すごいよね、やばいよね。プラダのバッグってこんなんなんや。もうバッグがさ、めちゃくちゃ可愛いでやんの、やば。僕ってバケハ好きやなーでやんすかー。そうなんですね。普段からめちゃくちゃバケハ被ってて、最近よく被ってるのがこれかな ?H&M の1000円ぐらいのやつ。これよく僕被ってるイメージないっすか。なんでバケハ被ってんのって話なんですけど、理由は3つぐらいあるかな。結構夏とかはさ、日差しがやばいやんか。それを防いでくれるからまずいいよねと。で、二つ目。このね、髪型とかセットしなくてもいいの。被るだけでいいのってめちゃくちゃ良くない？もう髪型セットせんでもめっちゃかっこいい決まるやん。で、三つ目なんだけど、僕、重ながないよね、顔が。せやから、バケハ被ると意外とこうバランスよく見えたりするわけよね。そういった意味で被っております。逆にさ、なんか、キャップが全然似合わないの。ニット帽とか似合うかな？でも、キャップは全然鬼似合わんくて。試しにちょっと、キャップ被ってみるよ。かぶり方があかんとかじゃなくて、こんなんとかさ、なんか微妙くねみたいな。やばくねで、さらにこういうキャップとかも、一応買っては見るものの、なんかおかしくねみたいな感じになるやんね。おかしくねかっこいいのこれって。なんか、顔の形なのか、キャップが違うのか、なんか一個わからんけど、100回ぐらい試着しても全然しっくりこんの。だから普段帽子買うとしたら、こういうバケハか、ニット帽か、みたいな感じになってくるわけよね。だからグッチのやつとかも一応ね、昔、10年ぐらい前に買ったんだけど、結構こう、グッチグッチしててなかなか被れてなかったりとかするかな。だいたいね、H&M で1000円ぐらいのやつとか、買ってたりするわけよね。人生は冒険やということで、こういうね、麦わら帽子もあったりするけど、これはなんか急遽買ったやつかな。夏場帽子がなくて急遽その辺のお店で買ったやつ。はい、ということでですね、早速開封していきましょう。こちらですね、ババーン。ネイビーのめちゃくちゃ高級感ある袋ですね。これにもプラダって書いてるわけ。やばいね。もうプチプラのジュンというチャンネル名の通りですね。プチプラばっかり来てるわけよね。もうお金がない。貯金がない。もう貯金がだいたい高校生と同じぐらいの貯金しかなくて、もう本当にお金がないんで、これユニクロの服ばっかり。GU とかユニクロの服ばっかり普段着てるわけですね。で、このチャンネル収益化できてないから、いくら再生されようが収益ゼロということで、本当にね、もう苦しい生活を毎日してるわけなんですけども、行きましょう。プラダのバケットハットがこちらでございまーす。ババババーン。すごい。光沢みすごい。なんかプラダってさ、カバンとかもそうだけど、なんかこういうナイロン生地っていうかな、が使われてますわね。なんでナイロンのカバンそんな高い？なんでナイロンの帽子そんな高いんってちょっとね、普通に思ったりしますよね。ナイロンってそんな高い生地だったっけみたいなね、思ったりするんだけど、なんか高いよね。このロゴがついてるだけでめちゃだから。そんだけ長持ちするんやろね。水も多分弾くんやろね。こちらなんですけど、シリーズ的には、リ・ナイロン、いうことで、なんかプラダの商品ページとか見てたら、海に流れてきたそのプラスチックゴミとかを再利用しているみたいなんでね、サステナブル。地球にめちゃくちゃ優しい、環境にめっちゃ優しい、そのリ・ナイロンが使われておるということなんだよね。伝わりますかね、この光沢感。そしてこちらのロゴ、プラダ、ちょっともうちょいアップで見たいな。プラダのその商品初めて今手に取ってるんで、めちゃくちゃ感動がやばい。なんて書いてんだろう、これは。ミラノダル1913って書かれてあるのかな。で、このトライアングルですわ。すごい。ステッチも黒色なんやね。この金具。なんやろ、プラスチックではなさそうかな。カツカツ言うじゃんね。鉄っぽいような、メタルっぽいような、そんな素材感でございます。このツバの長さもね、そこまで長くないかな。こちらサイズ的にはですね、L サイズでございます。ちょっと裏側見てみましょうか。こんな感じですね。裏側にね、タグついてるんですけど、こちらですよね。リ・ナイロン。ということで、その再利用した生地が使われてんのかな。プラダのロゴ、そして L サイズでございます。これ通気性とかどうなんだろうな、わかんないけど、穴とかはどこにも開いてないよね。防水とか、撥水とか、その辺あるんやろうか、ちょっとよくわからんけどね。ではですね、こちら L サイズ、試着してみたいと思います。このタグが後ろになるんだから、こうだな。右側に、この、なんていうの、プラダのロゴが来るんかなと思うんですけど、いきます。サイズ感。見た目どんな感じですか？ここが割となんか長めな感じかな。これサイズ感はジャストって感じですね。どうなん？被り方がわからん。こう浅めに被るのがベストなのか、
それとも深めに被るのが正しいのか、どっち？どうでしょうか。形やっぱ綺麗ね。高級感あるね。え、すごいいいやん。高見えやばいな。今このクルーネックのカシミヤのセーターに合わせてるんですけど、これはこれでかっこいくね。上品な形してるね。これ右のロゴもちらっとこう見えた時、かっこいいよね。いや、これはめちゃくちゃいいかもしれないな。ナイロン生地もめっちゃいいよね。普段 H&M のなんか綿100ぐらいのこういうのを被ってるんだけど、ちょっと違いを見てみましょうか。これがプラダ、そしてこちらが H&M、 いかがでしょうか。形は結構似てるかもしれないよね。ただ全然やっぱりプラダの方が高そうって感じよね。価格これね、なんか現地で買ったら5万円ぐらいだったみたいなね。でプラダのサイト見てみると7万円ぐらいで売ってるから、まあ、ハワイの方がもしかしたら安く買えるのかもしれないね。ファーフェッチとかでも確かに7万円ぐらいって書いてありましたわ。なんかよくネットとか見てたら、このフロントにさ、ロゴを持ってくるような被り方してる人もおるけど、それやかこう横の方がかっこいい気するよね。横にした時にチラッと見えるぐらいがかっこよくない？これもちろんさ、日差しとかもこう防げるやんね。これシーズン問わず普通に着用できそうかな。一応今年の4月頃に発売されたその新作のアイテムみたいなんだけど、全然1年通して着用できそうですよね。だけあってさ、コーディネート何でもいけて、普通にこういうセーターでもいいんだけど、シャツとか羽織っても全然ね、相性いいよね。ほんとバケハって普段からめっちゃ着てて、こういうシャツ系とか羽織っても全然ね、こうぶつからないよね。パーカーとか着たりすると若干ね、こうガッチンコする時もあるけど、いや、いいね。このツバがさ、長すぎない感じすごくいいね。結構なんか細いイメージあるね。この筒部分が若干細いようなイメージはあるかな。さらに最近割とトレンドのこういうミリタリー系の MA1 を羽織ってやっても、え、意外と決まるくない？これで帽子なかったら、なんかこう、なんて言うんですかね、普通っていうか、帽子なくても全然いいんだけど、髪型ちゃんとセットしてやんと、なんかこう、やぼったい感じになるやんね、MA1 とか特に。でもこのね、クールなプラダさんのバケハを被ることによって、なんかこう、おしゃれ感アップするよね。さらにこういうフォーマルなジャケットと合わせてみても、全然いくないっすか。この帽子がさ、すごく何にでも合うやん。やばい。サイズね、普段あのバケハ L 買ってる方は全然同じ感じでいいかなって思います。若干そのね、この筒部分が細いようなイメージであるんだけど、多分サイズマックス XL あったかな。一応ですね、プラダの公式サイト見てみると XL まで一応ねサイズあるみたいですけども、まあ、全然 L とかでいいかな。 XL ブカブカすぎてもな、なんかあの風吹いてどっか飛んでっても嫌だしな。さらに P コートとかと合わせてみてもいい感じですよね。形がすごくいいわ。これは人気あるわけだよね。なんかこう綺麗めでもカジュアルでも、ドレッシーな感じでも、かなりこうカジュアルめでもなんか全然いけそうな、そんな気しますわ。カラーはですね、こちら白とブラックあるんですけど、個人的にはとか男性は断然このブラックがおすすめかなって思います。白はね、女性の方すごく似合いそうな感じはするんだけど、男性で白ってね、ちょっとハードル悪くない？ちょっと夏っぽいよね。白のバケハもまあ持ってるんだけど、まあ、これはこれで結構かっこいいんじゃけど、ちょっと夏っぽさは出てくるのかなって正直思うね。ちなみにこのグッチのバケハ被ってみると、まあ、こんな感じですね。形がこれ結構昔のデザインなんかな。なんかね、あんまりしっくりきてなかったんだよね。だからあんま被ってなくて。ガラガラしてるデザインより、こういう黒のシンプルなやつが、いっちゃん合わせやすいのよ。バケハ、ほんといろんな種類買ったけど、結局黒がいっちゃん合わせやすいっていうことが分かりました。もう人それぞれだと思うけど、黒がまあ間違いないのよね。コーディネートほんと無難に合わせやすいし。以前ね、こちら韓国のさ、マクバリーっていうバケハもご紹介したと思うんですよ。BTS のメンバーが着用しているということで、かなり有名になったバケハなんだけど、これはね、まあ、コットン 100% で、被ってみるとですね、全然シルエット違うんよ。こんな感じで、結構ツバがね、長めで、ほんと夏場とかめちゃくちゃ良かった。日差し防いでくるし、めっちゃいいんだけど、ちょっとね、このツバがでかすぎるんが、コーディネート難しくなるかなって正直思ってて。で、プラダの方はツバがもう少し短めなんで、よりね、コーディネートしやすいかなって思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。個人的にはですね、こちら得点は、99点。もうかなり良かったかな。残り1点は、どうなんだろう、この、
筒のさ、幅がちょっと細すぎひんかなーっていう、その辺がちょっと気になって、ちょっと満点ではなかったですけど、これはマジでヘビロテしていこうかなと。今後の動画とかでもめちゃくちゃ使っていこうかなと思っております。これトップスとかボトムスとか、そのアウターとかはユニクロ GU で、こう、値段抑えといて、これこういうアクセサリーとか、靴とかになんかお金かけてた方がええのかなーって正直思ったりしますわね。ということで以上今回はここまでです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。